やあみんな、僕やで。本日こちら、レッドミストというゲームで皆さんと一緒に楽しんでいきたいなと思います。ちょっとね、オープニングの画面こんな感じなんだけど、スポンジボブホラー系ゲームです。はい。最近なんかほんと流行ってるよね。なんかね、イカルドさんに関するゲームらしいんだけど、まあ、どんな感じなんだろうちょっとよくわかりませんが、やっていきましょう。レッツプレイ。よいしょ。ストーリー。あ、ちょっと待ってね。一応読むね。イカルドは友人のスポンジボブとパトリックによって自宅で死んでいるのが発見されました。おっと？早速？死んでいるのが発見された。はいはい。ビキニボトム警察は調査を開始しましたが、殺人者の可能性のある証拠を見つけることができず、銃がイカルドの手にあったため自殺であると想定しました。はい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 。数日後、スポンジボブとパトリックは行方不明と報告され、ちょっと待って。今のところ登場人物全員えらいことになってます。最後に真夜中にイカルドの家に入るのが見られました。ビキニボトムポリスが調査を続けると、イカルドの家に秘密の地下室のドアが公開されました。なるほど。あなたはビキニボトムポリスの警察官の一人としてプレイします。地下室に入る必要があります。あなたは真実を明らかにしますか？なるほど。ということらしいですね。なるほど、なるほど。僕は警察なのね。オッケー、オッケー。なんか最近この警察になるパターン多いですね。楽しんでいきましょう。今ヒント出てたんだけど、早すぎて消えた。あっという間に、あ、ここから降りてきたってことね。戻れる？戻れませんね。うん。大体戻れないよね、こういうのね。戻ろうよ。怖いから。あ、左下にスタミナありますね。ってことは、敵に追われる系なのかな。これ何これ。よくわからないね。右上にアイテム7分の0ってあるんで、アイテムを7つ集めればいいのかな。敵から逃げつつ、アイテム取って脱出っていう感じなんでしょうか。BGM ないんだね、このゲームね。なんかね、奥の方でなんか、ゴゴ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 言ってる音は聞こえるけど、多分みんなには聞こえてないんじゃないっていうぐらいちっちゃい音ですね。うん。聞こえてないだろうね、多分。なんか歩いてる音とかもしないんだね。ぬるぬるは動いてるけど。これ何この広い部屋。地下なんだよね。これ何？あ、なんか鳴ってる。聞こえる？これみんな。ちょっと待ってね。なんかね、いい感じのハワイアンみたいなレコードが鳴ってますね。これなんか意味あるの？取れんのかな？取れないね。うん。取ったり止めたりとかはできなさそう。ジャンプはできる。しゃがんだりはできない。走れるけど、スタミナがあるってことか。うん。ちょっと走ってみようか。ああ、結構ぬるぬる走れるね。あ、ちょっと待って。スタミナの減りが結構早いな。うん。気をつけないとダメだね。回復できたりすんのかな？とにかくアイテムを集めないといけないということだよね。アイテムってどこにあるんだろう。どれがアイテムなのかもよくわからないよね。なんかあるな。これか、アイテムって。杖と、ケチャップだね。うん。あ、取れないわ。これもアイテムじゃないのか。なんだろう。その、ね、事件現場の証拠品的な感じ。なんだろうね。不気味だね。こう音楽ないのなんかすげえ不気味なんだけど。足音も何もしない。なんかある意味、あ、なんか光ってんな。あ、これイカルドさんの、あれだ、クラリネット。ね、これ。これね。なんかバグった。やめて。バグんだよね。怖い。あ、取れた。7分の1。こんな感じのアイテムをあと6つ集めればいいのか。ってことは、イカルドさんに関するアイテムってことかな？うん。ややこしい置き方してんな、これ。なんか裏とかにあんのかな？見落としそうだね。よく見とかないと。よいしょ。敵はまだ今のところ出てくる雰囲気ない。あそこに青いの光ってんな。奥の方に。OKOK。じゃあ、そこにアイテムがあるね。この青い光が出てくれるから楽だね。こういうのね。これ何？フライ返しって言うんだっけ、これ。調理器具ですね。なるほど、なるほど。なるほどなのかな？よくわかんないけど。お、こっちなんか書いてある。He was. 彼はいた、みたいな感じかな。あ、なんか落ちてるね。あれ、まただ。これ取れないんだよね。うわ、びっくりした。びっくりしたー。何今の。あそこにアイテムありそう。びっくりしたー。ロング。見てみんな。めっちゃ可愛いのいるわ。めっちゃ可愛いスポンジボブ。これスポンジボブだよね。手がねえな。めっちゃ可愛いけど、無残だな。なるほど。横にアイテムがある。これホラガイかな？うん、取れましたね。こんな感じ？なるほど。あと4つのアイテムを探さなければいけません。ちょっとね、スタミナ回復しないっぽいので、敵がもし出てきた時用に、ちょっと温存するね。画面的にはゆっくり歩くことになると思うけど、ごめんね。なんか鳴ってる。なんだ？これイカルドの影だよね。どう考えても、これ。これ。いるのか？何の音？ピキンキーンっつったけど。ここ。何の音？なんもねえな。SB129。何 SB129 って。SB っていう調味料は知ってるけど。一応ここにアイテムあるけど、これなんだ？何かもわからんけど、取っとこう。まあ、ケチャップだよね。うん。SB129 ってなんだろう。なんかの暗号かな？覚えといた方がいいのかな？ SB129。なんだろうね。ちょっとよくわかりません。結構広いね、この地下ね。思ったより複雑でもないけどさ。行き道はね、一方通行だね。一方通行っていうか、一本道だね。うん。ずっとただひたすら、開けてる道の方に歩いて行ってるだけですね。うん。なんだろう。この複雑な感じは敵に追われた時用の感じなの。なんかあるな。なんか落ちてます。何かはわかりません。これ何なの？この、たまに置いてるこの缶みたいなやつ。関係ねえのかな？ここになんかね、ほら。なんだこれ。明太子みたいな。なんだこれ。なんかやられた後なんだろうけど、どう見ても明太子なんだよな。なんだろうね。よくわかりません。まあでも、あんまりグロくなくてよかったね。最近ちょっとグロい系のゲーム続いてたから、ちょっとこういうアニメチックなのもいいですよね。たまにはね。この缶何なんだろう？なんか意味あんのかな？こっちに通路がありますね。こういうとこ追い詰められると、虫取り網。これもアイテムなんだ。はい。なんかやっぱ関連するアイテムだね。うん。こっちも道があって、こっちにも道がある。なるほど。うわ、びっくりした！びっくりした、今。なんか書いてる。何？ストップって書いてる。ストップ？何ストップって。これはフラッシュライトだよね。もうフラッシュライト持ってるからいいけど。ストップってなんなん？これパトリックか？ごめん、大きい声出して急に。さっきさ、明太子つってたじゃん、僕。これパトリックの、ここじゃない？この足りない部分なんじゃない？さっきのやつ。そういうこと？えぐいな。で、なんか落ちてんだよね。これが気になって。ごめん、パトリック、適当に話して。今の明太子そうだよね。そういうこと？うわー、怖え。これ、めっちゃ気になるんだけどな、この缶。何なんだろう。そういうことか。なるほど。怖いね。うん。結構しっかりめに、ホラー要素が。なんか鳴った、今。え？今僕、行きながら適当にカンピュって触ったんだよ。なんかノイズみたいなのが発した。なんだろう。動き出したりせえへんよね。あれ、ストップってどういう意味なんだろう。何のストップなんだろうね。あら、奥まで来たけどアイテムはなさそう。6分の7。あと1個。あと1個どこだ？僕でもおまわりさんなわけじゃないですか。この現場見て、あんまり動揺もなんもないよね。この人。すごいメンタル強いんだろうね。これ何？なんかめっちゃ光が走ってるけど。なんだ？で、ここだけなんなんよ。何この柱。お？裏から見ていい？もう一回。あ、ここもでもこの木の柱みたいになってるね。俺はそういう風に割ってるだけか。フロアの割りか。あれでもないな。こっちなんもなってないんだけど、こっちの天井さ、なんか光がめっちゃ走ってんだよね、これ。なんだろう。まあ、いっか。ちょっとよくわかんないね。まあ、行きましょう、行きましょう。まだ敵らしい敵は出てこないな。敵って出てこないのかな？結構広い地下だから、あ、なんか書いてるね。はいはいはい。ニア。近くにあるんだね。なんだろう。まあ、その迷路が広いから、迷路っていうか地下がね、広いから。うん、びっくりした！もうやめろってージャンプスケアがすごい。脅かし要素がえぐい。なんか音するよ。なんか来てる、なんか来てる。あー、でもちょっと一回やってみようか。何これ？これ敵？あ、終わった。デスエンディング。読むね。あなたが地下室から戻ってこなかった後、ビキニボトム警察は警察の特殊部隊を派遣することにしました。地下室に警官、彼らはスポンジボブ・パトリックとあなたの死体が壊滅的な状態にあることを発見しました。死因を説明するための調査が開始されましたが、実際に何が起こったのかについての手がかりは見つかりませんでした。事件は数ヶ月後に終結し、死は今日まで謎のままです。ということですね。なるほど。いや、なるほどでもないんだけどさ。メニュー。あ、戻ってきました。まだアイテム7つ集めきれてないし、逃げてないので、一旦その辺も行ってみようか。レッツゴー。よっしゃー、戻ってきたよー。さっきのとこまで戻ってきましたね。で、今から行くところが、さっき、多分イカルドさんだと思うんだけど、うわーって近づいてきてた？あそこを逃げようと思います。ただね、アイテムがやっぱりまだ7分の6なんで、これを逃げ切った先にアイテムがあんのかな？わかんない。まだわかりません。これ曲がった先で、これだよね。うん。今の怖いよね。ここ音よく聞いとかないと、あの子が来ちゃうんだよね。来た！で、これでダッシュだよね。スタミナがね、結構ガンガン減るから、これ逃げ切れるかな？よいしょ。あ、壁があって、あ、はしごありますね。これか。おっと、なんだ。エスケープエンディング。きたー。読むね。あなたは最後の1秒で地下室から脱出することができました。あなたは警察に連絡し、地下室で目撃したことを伝えました。特殊警察部隊がイカルドの家に送られました。彼らはスポンジボブとパトリックの死体を探しましたが、何も見つかりませんでした。なんで？はい。とりあえず、エスケープエンディングとデスエンディングっていうのを見たんだけど、なんか調べてみたらね、エンディング何個かあるみたい。4つだっけな。うん。で、見たやつが、死の結末っていうのが多分デスエンディングだよね。で、エスケープエンディングはまあエスケープエンディングだと思うんだけど、あと2つあって、破損した結末。これはどういう訳になるのかわかんない。破損した結末っていう日本語訳のやつがあって、あと SB129 エンディング、シークレットエンディングっていうのがあるんだよね。SB129 って壁にいっぱい書いてあったやつだよね。なんだろう、どうやっていくんだろう。ちょっと全くこの途中でさ、あ、これこうしたらああかも、みたいなやつが全くわかんないんだけど、なんだろうね。破損した結末ってなんだ？まあ、ちょっと、一回うろうろ探してみます。一個あった、この裏に。ここに7つ目のやつあった。あ、じゃあ7つ集めて脱出できるな。オッケーオッケー。さっき僕ね、6つ集めて脱出しちゃったんだよね。7つ目あんなとこにあったのか。なるほど。じゃあちょっとアイテム他のやつ集め切るね。ここだよね。SB129。これ何なんだろう。すげえ音をするんだけど、なんか意味わかんない。でも SB129 エンディングっていうのがシークレットエンディングなんだよね。なんかあるんだろうね、ここ。またちょっとこの辺も調べてみたいな。気になるよね。あとね、気になるのが、これだっけな。これだけ音するんだよ。聞こえた？レコードが打って、針が落ちる音みたいな。他もね、しないんだよ。これだけが唯一、そのレコードに針を落とした時の音がするんだよね。あれも不思議。よし、アイテム7つ集め終わりました。でさ、一個気になってんのが、まあ、ホラーゲームでよくあるんだけど、ここね、パトリックがいたとこ。このストップをさ、10分ぐらい見つめてたらなんかなったりすんのかな？そんなのあるかな？まあまあ一旦今回は、ちょっとこの、フルアイテム集めた状態で逃げてみましょう。逃げて正解なのか、ただのエスケープになるのかがちょっとわかんないんだけど、試してみよう。来るよ、そろそろ。あ、来た。で、ここで走る。これで脱出していいんだよね。一応ね、アイテムは7個になりました。これちょっと後ろ向くの怖いからごめんね。ほんと、このまま本気で逃げちゃうけど。これで逃げていいんだよね。あ、何？違うとこ来たよ。はしごがなくなって、またこの通路に来ました。まだスタミナは、あ、向こうになんかあるな。なんか鳴ってる。なんだこれ。モールズ信号みたいな音すんな。あ？なんか書いてる。なんて書いてるあれ。近寄って大丈夫か？ん？ちょっと、スクショ撮るわ。なんかね、変なエンディングになったけど、しおわら、なんだこれ ?SB129。あ、SB129 エンディングってこと？ Truth is near。あー。でも多分そういうことだよね。SCWFTDIZ92Y っていうのが書いてあったわ、今ね。なんだろう。これが SB129 エンディングってこと？あ！はい。多分ね、さっきのやつが SB129 エンディングの、なんて言うんだろう。シークレットエンディングなのかな？一応アイテム全部集めて逃げ切ったらあそこに行くんだけど、シークレットって感じじゃないよね。でもエスケープ、あ、その普通の脱出エンディングではなかったので、多分合ってるんだと思う。うん。一個だけわかんないのがね、破損した結末っていうやつがわからないんだよね。よくわかりません。最後にさ、ちょっとストップってさっき言ってたじゃん。あれ、ちょっと10分ぐらい待ってみるわ。あ、あとね、もう一個確かめたいのが、アイテムを一つも持たずに行ったらどうなんのかも調べたいんだよね。だからアイテム取らずに、一回やるか。ごちゃごちゃ喋らんとね。うん。アイテムを取らずに、パトリックがいるところで10分ほど待って、で、動きがなければ、アイテムを取らずに脱出してみようと思います。でも多分ね、僕、7分の6で、7分の7持っていない状態でエスケープできちゃったんだよね。でそれが普通のエスケープエンディングだったの。だから、普通にエスケープエンディングになりそうな気もするんだけどね。で、あとこのね、缶、さっき言ってたやつ。他はならないんだよ。なった!あ!なった!なってなんかちょっと変なことなった、缶が。あ?これか?なんか意味あんのか?あ?なる缶があるぞ。僕さっき言ってた一個だけがなる缶だと思ってたんだけど、まだある。ちょっと他のも鳴らしてみるか。あ、これは一応、あ、もう取らずに行こうか。うん。アイテム取らずに行ってみよう。あ、いや、アイテムは取った方がいいかな。どうしよう。いや、取っていこうか。そうだね。普通にエスケープエンディングになると思うんだよね。アイテム集めないだけだと。ちょっと缶全部調べてみるわ。うん。音のなる缶。これ3つありました、全部で。何が変わったんだろう。なんだろうね。3つあったよ。なんか、新しい出口が開けたりする?わかんないね。とりあえず、ちょっと、ここね、パトリックんとこ、このストップって書いてるとこちょっと待ってみるわ。何分かね。うん。ちょっとこのまま待ちます。よいしょー。はい、10分。いや、もう15分ぐらいかな。待ってましたが、何も起きませんでした。はい。何も起きてないよね。うん。何も起きてません。はい。ずっとツイッター見てました。何も起こらずでしたね。でね、この光やっぱ気になるのと、あとね、これずっと続いてんのかな?わかんないけど。さ、この僕ね、これ触ったらガガガガっていうかなんか、このレコードに針を落とす音っぽく聞こえたんだよ。だから、どうしても最初の方にレコードを鳴らす機会があったじゃん。あれ気になんだよね。あそこまでちょっと戻ってみるわ。よっしゃー、レコードのとこまで戻ってきました。あ、止まってるレコード。あ、レコードから音がしなくなってる。触ることもできない。あ、なんだろう。レコードが止まってるのなんか変な感じだよね。え、このままクリアしてみようか、じゃあ、今度は。なんだろう。これで新しいエンディング見れたらいいんだけどね。ちょっと行ってみましょう。今一個さ、今ね、スポンジボブのところなんかなるかなと思って行ったんだけど、まあ何もなりませんでした。でね、ちょっと一個思いついたんだけど、さっきのさ、SB129 のエンディングさ、なんか画像的に破損してたじゃん。あれが破損した結末なんじゃない?ってことは、別で、やっぱりちゃんとした SB129 のシークレットエンディングがあると思うんだよね。これね。だから、今、カンカンをね、3つほど触ったら音が鳴ったの。で、今レコードの機械のとこ戻ったら音が鳴らなくなってたの。まああれはもしかしたら、ある程度話が進んだらレコードが止まるような仕組みになっているのかもしれないけど、この状態でクリアしたらもしかしたら、その真のエンディング的な、なんていうかそのシークレットエンディング的なものを見れるのかもしれないよね。いや、ちょっとそれに期待していきたいと思います。いや、全エンディング見たいなぁ。この辺ならないもんね。うん。よし、クリア。まあ、そろそろ。あ、来た。オッケー。で、この状態で走って逃げます。これで逃げ切ったなぁ。どうなるんだろうね。うわ、エンディング見たいね。さあ、どうですか。ここに来た。ここまでは、さっきの、エンディングと一緒だよね。破損した、だと思うんだけど、破損した結末だと思うんだけど、あれ?いや、一緒か?一緒、何?今なんて書いてあった?ちょっと読めなかった、僕。ミスタークラブスは読めた。カーリーさんだよね。何これ ?SB129! 来たこれ。SB129 エンディング見つけました。やったぜ。今ね、なんか後ろでずっと音楽が鳴ってる。レコードの音かな。一応読むね。あなたが SB129 に入った時、あなたはイカルド暗殺の日にテラポットされました。あ、なるほど。イカルドさんが暗殺された日にテレポートしたんだ。で、サウィードワードを撃とうとしたクラブス氏を捕まえた。あなたはクラブス氏を圧倒して逮捕しました。あ、クラブス氏っていうのはあれだよね。カーニさんね。彼は殺人未遂で25年の懲役刑を言い渡されました。続くって書いてあるけど、なるほど。わかった。だから、今までのエンディングって全部犯人も何もかもわかんない状態で終わってたのね。なんだけど、この SB129 エンディングによって、イカルドさんが暗殺された日に、僕はテレポートできたわけ。で、その時に、カーニさんが、イカルドさんを撃とうとしている瞬間を見つけたみたい。で、それを、逮捕したと。で、殺人未遂で25年の懲役刑を言い渡されたと。なるほど、いけたぜ。はい。というわけで、こちら、レッドミストを今回遊ばせていただきました。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか？楽しんでいただけたなら嬉しいです。というわけで、全4エンドを回収できましたね。いやー、やりました。疲れた。というわけで本日はこの辺で終わりにしたいと思います。頑張ったなと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひお願いいたします。というわけで、僕でした。また次回のホラーゲーム動画でお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。